はい、これを使ってですね、ほらこういう風にねできる新素材をねガンガン使って家作っていきたいと思いますよ。ジョニーサルタの中堅ラッシーです。僕は今日もですね恐竜世界でサバイバルやっていきましょう。バルゲロマップでございます。ということで前回はこちらのマンモスゲットしました。素敵ですね、素敵マンモスです。はい、というわけでですね、今回こそ、建築をねしていこうと思いますよ。拠点やっと作ることができます。かなり時間かかったねここまで来るのに。うん、3回か4回ぐらい前に拠点ここに作ろうと思ったのに、作り始めるのがこんなに遅くなるとは思いませんでしたが、やっとですね建築に必要な人たちが揃ったので、ちょっととりあえず、こっちにみんな連れてきて、まあ、ここ上からなんかたまにカルノ君とかのが落ちてくるっぽいから、守り兵とあとその資材集め部隊を連れてきてですね、ここに拠点を作っていきたいと思います。作ろうとしてるのはここのなんか、白い何かがサムシングがある感じのところですね。これです、これです。はい、というわけで、ちょっとで、ね、連れてきますね。はい、というわけで全員連れてまいりました。 OKOK、というわけでじゃあちょっとまずはあれですね、資材集めから始めますかね。ここの辺の整地もねちょっと必要でございますので、一旦この辺に資材置き場を作って、資材をね集めていきましょうか。はい、 OK、 とりあえずここに、収納ボックス作ったので、よし、それじゃあね素材を取りに行こうかな。まずこの子をレッドウッドの方を持ってった方がいいかな。でもそっちから持ってくるのが大変なんだよな。どうしよう、この辺でやっぱじっくり木切った方がいいのかな。でもレッドウッドの方が効率いいよね絶対ね。ほい、ということで、マンモスちゃんでね大量に木を伐採してまいりました。あ、ちょっともうちょっと作れたらぐらいですかね。オッケー、これならよし。見てこれめっちゃ木切ってきた。よし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 、オッケーオッケー。じゃあこれをここの中にね、移しておきましょう。いや、いつもさやっぱこの、マンモスちゃんのあんが早めにこうやってゲットできるとさ木材に困らないからね、いいよね。いつも木材に困るんですけども、今回は非常にありがたいですね。さあ、木材はまあこれで大体良さそうげなので、次は石集めに行きたいですね。ドエディ君にお任せしましょう。はい、っていうかすでに放浪モードで取ってる分がありましたね。かなり取ってくれたね。 OK、 ありがたいです、ありがたいです。向こうにしばらく放置してたからね、その間に多分取っててくれたんだと思うんですけれども、まだまだでもここの整地が必要ですから、整地をしながら石をね集めていきたいと思います。はいはい、それじゃあ整地していきましょうね。これどこまでがこれ壊せる石でどこが壊せない石なのかちょっとよくわかんないけど、これはあ壊せますね。この石は壊せる、これも壊せそうですね。はいはいはい、これは壊せる、あれこれはこれ壊せないか、これは偽物なんだ、これは偽物なんですね。なるほどなるほど、あそこの前にあるやつ、あいつらは壊せそうですよね。この辺をちょっと壊していきましょうか。はい、オッケーオッケー。だいぶね、石を取って見通しが良くなったと思うんですけれども、よいしょ、こんだけ石が集まりました。ウェル君ありがとうね。結構壊したけど意外と集まんないもんだ。よし、ほら見て、かなり見通し良くなったでしょ、岩がなくなったから。あ、これ壊せそうだな、これ。あ、壊せないか、これ壊せないよね、壊せない、壊せそうだと思ってた。なるほど、というわけですね、次はですね繊維だね、繊維を集めていきましょう。モスコプちゃん頼みますよ、モスコプちゃん。はい、オッケー、モスコプちゃんすごい頑張ってくれました。見てくれこの繊維、よっしゃー、こんだけ繊維が取れるのは非常にありがたいですね。なんせまだラッシュさん鎌作ってないからね、これ鎌いらないですね。こんだけ繊維が集められれば最高中の最高ですよ。 OK、 さあということで、あと藁か、藁いりますね。藁を集めてこなきゃいけないから、藁は誰で集めようかな。あー悩ましいけど、トリケラちゃんですかね、やっぱね機動力も高いですしね。よし、トリケラちゃんで取りに行こう。っていうか動けないんですけど、このブロントサルス140レベルってなんだよこいつ、めっちゃ強いやんけ、絶対倒せないから。
ちょっと待って、ちょっと待って。はい、どうしたらいいんだろうな、これ。とりあえず、これ全員ついてこいにして、動かせばいいか。こっちに。これで動かせばいい。よし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 。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー。ちょっと、こちらちゃんで、一人にしまーす。はい、というわけで、わらも集めてきましたので、完璧ですね。完璧。もう、あと作るだけ。結構めんどくさいんですよ、作るの。ね。はい。というわけでね、早速拠点作りに励んでいきたいと思います。どうしてちょっと作るか。はい。というわけでですね、少し土台を作ったんですけど、今回ですね、こちらでございますね。アップデートで追加された新しい素材を使ってですね、ちょっと新しい設計の今まで作ったことないような家をね、ちょっと作っていこうかなと思ってるんですよ、ラッシーさん。というわけでですね、早速この新しい素材を使ってみたいんですが、どれくらい大きさ開ければ、これくらいかな、これくらいかな、これくらいだと思うんだけど、こうしてちょっとね、やってみましょうか。間違えました。こうです。ほら、見て、これなんだよ、これ。三角のね、三角の土台。これがね、まず作れるようになったんだよね。で、どの辺の位置に作れるかな。難しいですね。位置取りがすごく難しいけど、まあなるべく、こっちでも広いからな。結構こっち側に作っちゃおうか。こういう感じかな？こういう感じかな？よし、行きます。新しい土台、作るぞ！はい、ドーン！オッケー！どうだ？いい感じか？いい感じか？あ、ちょっと曲がったかな、ちょっと曲がった。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと邪魔邪魔邪魔なんだけど、ちょっと待って、危ない危ないこれ拾う機能も良くない、いいですよね。今までなかったですかね、昔は。これまっすぐまっすぐつけるの難しいね、川に対して。川に対して、ちょっとまっすぐにしたかったんだけど、まあ、ちょっと難しいからいいや諦めました。これぐらいにしよう、これぐらい、まあいいか、これぐらいにしましょう。はい、まあ、こんな感じでいいんじゃないですか。どうですか、ここほら入り口になるからさ、ちょっとここだけ、ここだけ、まあいいですかね、これで。よし、はい。で、これを使ってですね、ほらこういう風にねできるんで、これがね、見せた、これラッシーさんが好きなさ、なんかスーパーとかで言ってさ、6個切りの丸いチーズ知ってる中にレーズンとか入ってたりとか、ナッツとか入ってたりとかする。ほらこういうね、こういう形とかが楽勝で、丸い形とかがね作れるようになったわけですよ。これでですね、かなり建築の幅が広がったと思うわけですね。なのでこういう風に、した後に、例えばですけど、こういうのを使って、ちょっと重たいけど頑張って持ちますね。はい、ここにね、こうやって、よいしょ、ほらこういう風にして、拡張していけば丸い建物が建てられるんじゃないかなってラッシーさんは思ってるわけですよ。これをさあと、だからここの、この、あ、ごめんなさい、この間をこうほら埋めていきます。ほらね、これ来たんじゃないの、これ来てるんじゃない、これ。はい、そしてここでですね、新素材がまた登場します。こちらでございます。じゃらーんと、ドン。ほらこれ、ちょっとこれ分かりにくいかな。これを上につけたら分かるかもしれません。こういう感じでドンとね、そしてですね、これです。じゃじゃーん、でーん、ダブルドアー。ほらこれいいでしょ、新しい新素材。これ発見したんですよ、ラッシーさん。よくないですか、これ。これいいね、こういうね、ちょっとね、新素材をねガンガン使って家作っていきたいと思いますよ。はい、というわけでですね、やっと土台部分ができました。全然進まねえ。考えながらやっぱ作ってるからすげえ時間かかりますね。はい、こんな感じです。これだけ見るとなんか、ローマのコロッセオみたいなね、感じになってますけど、一応こんな感じで、くるっとほら、丸い感じのお家作りましたよ。ね。はい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 。で、そしてですね、ここで、また、中見ます？中、まあ、これ結構狭いですよ。結構さ、結局使わないじゃん、広く使っても作ってもいつも。なので、ちょっとこういう感じにしてみたんですけど、ここでですね、新しい新素材、これです。じゃあ、これはすごくいい。すごくありがたい。今まで階段がくるってやつしかなかったんですけど、これですね、はい。階段がね、できたんですよ、ほら。これいいよね、これ。これもちろんこういう風にも使えますし、2階に上がるための階段にしてもいいかなと思いますので、
これでね、作っていきたいと思います。じゃちょっとねこの先、続き作っていきたいと思いますので、ちょっとねまた少々お待ちください。はい、というわけでですね、今ね2階の床を張り終えたわけですけれども、ここちょっと窓開けようかな。こんな感じで、階段をね、ほらこれ新しい階段、これでですねこうやって、階段を作り、ここにこうやって新しく2階の床を作ったんですが、ここでですね、この階段が素晴らしいっていうのもあるんですけど、階段だけではなくてですね、もう1個の新素材も合わせると、この階段、新しい階段とその新素材を合わせると、こんな素晴らしいことがちょっとできそうですよというのが、あるので、それをちょっとお見せしたいなと思っています。まずですねこれ、はい、まずここにさ、こうやって壁を作りますね。これ階段の、壁ですね。そしてですねここにちょっと壁を作りたいと思います。はい、こんな感じですね。そうするとここにほら見て、空きスペースが作れちゃうわけですよ。すごくないですか。要は階段下収納ですね、いわゆる階段下収納が作れちゃうんですね。はい、というわけでですね、拠点作りもかなり佳境に入ってきたんですが、お家の方はほぼ完成しましたので、今ですね塀を作っていこうとしているわけですけど、囲いですね、ここでですね新たな、建材をちょっとご紹介しようかなと思っております。はい、こちらなんですよ。じゃーん、これはですねラージストーンウォールなんですけれども、なんと、こちらですねちょっとこうつけてみたらわかるんですが、いきますよ。あ、反対ですね。せーので、ドン。ほらすごくないですかこれ、壁4枚分の壁ラッシーさん、今まですげえ数のこのねストーンウォールを作って、これをですねくっつけてきたんですけれども、この囲いを作るために、これがですねなんとね、自然にできちゃうという感じですね。 1,2,3,4 個分なんですよ。4個分の壁くっついてるんですよこれ。ほらよくない、これ最高最高、めっちゃ楽になった設置が。いやー、これね、何気にこの単純なやつですけど、今まであったやつ繋げただけやんみたいなやつですけど、これすごいありがたいっすよ、実は。これ大変だったんだよ、作んの。いやー、いいね、これ。よし、というわけで、ここね、囲い作っていくから。綺麗じゃない、しかもほら、この、なんだろう、接合面がすごく。はい、というわけでですね、ついに拠点が完成しましたー、イエーイ。というわけで、早速見ていきましょう。こちらでございます。てっていうか、こうやってればよかった。こうです。チャキーン、どうですか、良くないですか、いい感じじゃない。すげえ、なんかちょっとしたやつしか作る予定なかったんだけど、あ、ちなみにこれ周りはこうなってます。壁で囲まれてまーすって感じですかね。あの上はあの柵で、防護柵で囲いました。あとこっち側もねこういう感じで壁囲ってます。これ水のところはまあ入ってこないと思うんだよね、からこう一応開けてあるんだけど、まあ閉めてもいいという感じです。はい、というわけでちょっとねお家の方見ていきましょう。まずは、これ2つのね、建物がつながってる感じになってるんですね。ちょっと全体像分かりにくいかもしれないですけど、1つ目はこちらのお家になっております。ちょっとこうエスニックっぽい感じのね、ベトナムとかそういうところに ある感じのイメージで作ってみたんですけれども、いい感じにできたんじゃないでしょうか。結構ねこうちっちゃくコンパクトにまとまってはいるものの、中入るとですね、まあ、ちょっとまだ内装をやってる余裕がなかったんで何もやってないんですけど、一応なんかこういう物置棚みたいなのがあり、2階に上がると、寝室みたいなね、感じになってます。十分ですね、住むには十分ですね。そしてですね、ここ渡り廊下がねあるんですよ。ここ実はほら、ドア2つついてて、こっち側のドアとね中に、だからあそこね渡り廊下があって、向こう側の建物とつながってるんだけど、ここからこうやって行くことができるようになってます。ここからこうやって裏側にもね出る道してあるんだけど、ここにですね、こう作業台とか、そういうのをね作っていこうと思っております。いい感じじゃないですか、渡り廊下。結局ね作業台とかは外の方が使いやすいんだよね、家の中にあるよりも。
そうなんだよ。だからこうやってね、作業場みたいなのをねちょっと作ってみましたという感じですね。はい、そして気になるこちらの建物ですね。まだですね、今のところは、活躍しないんですけれども、これからですね、飛行生物をゲットした時に、1階はこう倉庫になっていまして、全く同じ作りですね、向こう側と。2階はこう上がると飛行生物がこう着陸できるようになっています。で、ここにこう、プテラノドンとかでジュワッチッして降りてこっちに行くという感じの、作りにしてみました。チャラーン、どうでしょう、いい感じに。ここのね、渡り廊下をうまく連結できるかどうかってね、結構も思ってたんだけど、割とサクッと連結することができましたね。うん、そうそう、すごい良かった。はい、こんな感じです。あと良かったのはやっぱこの城壁用のラージウォール、これすごい便利でしたね。うん、すごい便利だった。これ継ぎ目も一切分かんなくなっちゃうし、すごいいい感じね。はい、ということで、まあ、まだですね、菜園とかそういうのも作ってないですし、水道もまだ引いてないので、そういうのもね、まあ、ちょっとお湯をやっていきたいと思うんですけども、とりあえず拠点ができたぞいということで、今回はめでたしめでたしと、させていただきましょうかといったところでございますね。はい、というわけで、今回は建築会となってしまいましたが、次回は、またね、冒険に出発していきたいと思いますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。ということで、今日この辺にしましょう。最後の一曲でありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。